ーラーポータールトゥセイラです。ではちょっと今日買ってきたもの、今日昨日おとといちょっとその前何日かかけてちょっとずつ買ってきたものをちょっと紹介したいと思います。はい、まず一つ目こちら、じゃじゃん、ドライヤーイエーイ。私2年前ぐらいカナダに住んでて、1年半ぐらい住んでたんですけど、カナダでは電圧が日本と一緒で、しかもコンセントの形も日本のと一緒だったので、日本のものを持ってって使ってたんですけど、こっちは電圧も違うしコンセントも違うから、もうドライヤー買おうと思って持ってこなかったんですよ。で買ってきました、フィリップスのドライヤーなんですけど、なんかね、電気屋のお姉さんが一番おすすめなのを買いました。これ35ユーロぐらいで、なんかもっと安いのもいっぱいあったんですけど、15くらいから25、35で、もっと高いのももちろん、なんか、ダイソンのとか200とかしてたんですけど、なんかお姉さんがね、このね、このアイオニック、見えるかな、アイオニックっていうのが、イオンのやつがなんか 4×だからめっちゃいいみたいな言って、でその値段の割になんかいい感じみたいな話で、なんかこっちのドライヤーって謎のものが絶対入ってて、なんかね、全部この丸い串みたいのが入ってるんですよ、全部のドライヤーに。これ何だろうとか思って、で聞いたんですよね、そのお姉さんに、これどうやって使うんですかねみたいな言ったら、ここがあるじゃないですか、これが取れるじゃないですか、ここにこうつけて、でなんか私たちのような日本人のストレートヘアの人はいらないが、くるくるの髪の毛の外国人の方結構多いじゃないですか、そういう人たちはこれをつけて乾かすらしいですよ全然知らなかったんですけど、本当に。じゃあ次、はい、これシャンプーとコンディショナー、アルガンオイル配合で、なんかシャンプーとかもちっちゃい旅行用のやつをこういくつか、家に余ってたやつをいっぱい持ってきたんですけど、そのうち絶対なくなるので、これを買ってみました。これなんかね、カナダにもあったんですよね、このシリーズで、私は全然使ったことなくって、私パンテーンをよく使ってるので使ったことなかったんですけど、ちょっとなんか安くなってたんですよね、だからで、なんか友達というか知り合いも使ってて、なんか気に入ってたみたいなんで買ってみました。ただいろんなオイルの種類がいろいろあって、私結構アルガンオイル顔とかに塗って好きなので、アルガンオイルをのやつで、エクストラストレングスとかいう、なんかアルガンオイルのやつでも普通のとなんかすごいのみたいな感じであったんで、せっかくだからすごいやつ買ってみました。ちょっとどうなのかわかんないですけど使ってみます。これ1個ね 6.74 ユーロ、結構高いねでも2.25 ユーロディスカウントだから、もともとが9ユーロぐらいだった、1000円ぐらいのか、なんか700円ぐらいになってるみたいな、はい、おい、これはあれです、布巾テーブル、キッチンで使う拭くやつ、これ2ユーロ50セントで1、2、3、4、5枚入ってます。食器拭くやつです。かわいい、結構なんかサンゴの模様で、色もかわいい感じで、全部柄が違います。サンゴ、ストライプ、虹って感じで、これもなんかね、このくらいカーサっていうのが、多分なんかすごい大きいスーパーマーケットみたいなのがあって、バスコダガマセンターっていうショッピングモールが、リスボンで一番大きいショッピングモールがあるんですけど、そこの大きいスーパーマーケットみたいなとこの、なんか家のもの系の、なんだこれとかも、こ
ーサーだし、これもカーサーなんですけど、なんかいろいろそこのスーパーの多分ブランドなんだと思うんですけど、これタオル可愛い、あの普通のハンドタオルよりは大きめだけど、あのバスタオルよりはちょっと小さめみたいな、反対だったこっちですね、うん、でもこのフリンジが選択することによってどうなるか謎ですが、可愛いので買ってみました。これもこれ5ユーロぐらいだったと思います。ちょっと高めだけど、まあ可愛いのでいいかな、うん、これもカーサ、カーザ、カーザなのかな、カーザかもな、なんか母音、母音の間に S が来るときは S が濁るっていうのを聞いたんですよね、聞いたっていうか習ったんですよね、ポルトガル語で。でカーザなのかな、うん、カーザかもしれない。なんか家っていうのが CASA でポルトガル語でカーザって言うんですけど、それとかけてるのかもしれないですね。これあのちっちゃめの毛布というか、はい、あったかいやつ、あの今のうち掛け布団あるんですけど、ちょっと夜寒くってまだあのちょっと毛布みたいな、でも絶対夏になると暑いなって思ったので、ちっちゃいやつでいいやって思った。これ9ユーロじゃなくてなんかねディスカウントになってたと思うんだよな、半額で 4.5 ユーロでした。多分もう冬も終わるからだよね。こんな裏面がコモコモしててあったか、そうこんな感じです。膝掛けにちょっといい感じ、まあ、夜もちょっとあったかい感じで、うん、こんな感じで、いや本当なんか日用品ばっかりだからちょっと続けていきたいと。まずこれタッパーこれタッパーなんですけど、あのちょっとバスコダガマセンターってちょっと地下鉄で行って遠いんですよ。でなんかこの近くでタッパー探したんですけど全然見つからなくてすごい困ってて、でそしてもう行くかと思って行ったらやっぱり売ってて4ユーロこんな入って、面白くない、すごいよねこの大きいやつ2つとこの中くらいのなんていうんですか、この一番使うこの大きさのやつ 1,2,3,3つ、そのまたちょっと小さいやつが3つに、この小さいやつ、小さいやつが 1,2,3 4つで4ユーロめっちゃ安っ、買いました、よかった、タッパーほんと嬉しい。で次これまな板、うん、これねこれ木なんですけど、ちょっとまな板があるんですけどね、あのシェアハウスのまな板あるんですけど、ちょっともう使い込まれすぎててもうちょっとやばいかなみたいな。あでなんかキッチンが結構木でできてて、ちょっとおしゃれな感じなので、せっかくなので木のやつでやってみ、あの買ってみました。これいくらだったの、これ 4ぐらいだったと思うんだけど、タブはこれかな、あそうこれもカーダですね、4ユーロです。ちょっと普通のなんか100均のまな板みたいなやつより、まな板？名前？うん、まな板よりちょっと高いけど、まあ、まあ可愛いし、いいかな。うん。これ、石鹸受け。これも、これは1ユーロです。これもカーザだと思う。これ1ユーロ。あ、これもカーザ、これもカーザ。これはあの洗濯バサミです。これ2ユーロだったと思う。なんだ歯ブラシ入れとくやつのコップ、なんかメイドインイタリーなんだって、ちょっとおしゃれかあこれもカーザです。 1.5 ユーロです。なんかこういう薄いピンクみたいな色合いの部屋なんですよね、だからこれにしてみました。で次これなんかあのボールとして使おうかなって思って、なんか卵をまあ、混ぜてスクランブルエッグを作るじゃないですか。でもその卵を混ぜるボールのようなものがなくて、なんかお皿、平皿とかあるんですけど、こういうものがなかったので、なんかまああのボールでもよかったんですけど、ボールはちょっと大きすぎるような気もして、これ 1.5 ユーロでした。
これもカードで、ね、便利だなカードありがとう。あとはね、これはね H&M ホームで、日本にもあるんですかね、わかんないですけど H&M の家庭用品みたいなやつで、これがあのランドリー入れる洗濯物を入れとくバッグを買いました。14.9915ユーロですね。うん、まあ、なんかまあ無難な感じで入れときます、これに。で、あ、H&M ホームはこの今ここに飾ってあるこの卵のね、柄のねクロス食器拭くやつも買いました。かわいい卵とか。で、これがちょっと高め 5.996ユーロですね。ちょっと高いんですけど、かわいかったのでいいかなって思って買いました。そうそうそう、私あのお箸を持ってく来ようと、お箸をね持ってこよう、持ってこようと思っていたのに忘れてしまって、あのお箸買いました。ここなんか結構日本っぽいものがいっぱいあって、でお箸も売ってて本当助かった。なんかお箸探してたんですけど結構なくって、俺6本セット6本セットのお箸買った。あーよかったわ。でもあって、もう1本はあの菜箸として、あ、1膳は菜箸として使います。でこれ 7.5 ユーロだったんで、まあ1膳が1ユーロちょいぐらいですよね。 1.1 ぐらいかな。あ、まあ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  100均で1膳買ったと思ったら、まあまあねまあよかったね、よかったです。でもそのこれ買った次の日あたりにあのフライングタイガーとか、あと無印とかもあって、無印結構お箸高かったんですけど、まあ、フライングタイガーにあったお箸はもうちょっと安かった。でもまあいいまあよしうん。で、はい、これザラホームで買いました、まあ、あるんですけどね、家にもあるんだけど、一応自分用も欲しいなと思って、ナイフとスプーンとフォーク、うん、スプーンちょっと小さめにして、ヨーグルトの食べやすい感じのスプーンとフォークとナイフもちょっと小さめで、なんかあのこっちのフォークとナイフ普通に大きめのが多いんですけど、なんかやっぱ日本人というか私の体が小さいからちょっと小さめの方が使いやすいなと思って、一応ザラフォームって書いてある。ほんとね、どれがどれだか分かんない。多分スプーンが 1.99 で、多分ナイフが 2.99 で、多分フォークが 3.99 かな多分ね、多分そうだと思うわ、そうだと思いますで、あとはこれあのランチョンマットが欲しくって探してたら、コルクの結構しかもなんか可愛い形のランチョンマットがあったので買いました。これは5ユーロ、 4.99 ですね。なんかコルクってすごい、ポルトガルコルクすごい有名なんですよね。あのなんか世界一の生産量らしくって、でこのコルクどうなのかなって思ったら、メイドインポルトガルって書いてあったから、あ、じゃあちょうどいいやって思って買いました。かわいいあと、あ、そうだ、もう使ってるんですけど、これはもう 今まさに履いてるんですけど、このスリッパも買いました。 15.99 でしたね。これかわいい、かわいいっすよね、このスリッパ。なんかこれはあのこうここの底が薄いんですけど、そういうスリッパってあんまりこっちではなくって、なんか全部あのなんていうのかな、ゴムのサンダルの下みたいな感じの底ばっかりなんですけど、すごい薄いのがあって、しかもちょっと安くなってたんで、うん、かわいいし買いました。スリッパもこっちで買おうと思ってて持ってきてなかったので、かわいいのも見つかってよかったです。最後なんですけど、この
ルーザっていうのかな、ルーザポルトガル、なんかあの旧市街の方のあの陶器屋さんみたいなのがあって量り売りで1キロいくらみたいな感じでお皿とかがいろいろ売ってるお店があって、でそこで買ったんですけど、これは量り売りではなく普通に買いました。よいしょ、じゃじゃん、まずコップ、あのコーヒーとか飲もうかなって思って、これなんていうんだっけ、ボーダーロっていうのかな、ボーダーロ、なんかすごい有名なあのポルトガルの陶器のお店で、このカエルのマークがあの有名なんですけど、多分ボダロでいいんだろうな、うん、でここのもので、これね、いくらだったかな、これ8ですね。かわいいの、ほんと柄がかわいいで、なんかあのこういうマグもあったんですけど、マグだともうもう一回り二回りぐらい大きくなっちゃって、なんかちょっと邪魔かなとか思って、この大きさでこの取っ手がついてたら私的にベストだったんですけど、まあなんかこっちでいいかって、しかもなんかマグよりこっちの方が模様が好きで、なんかこっちを買ってみました。はい、次、これは同じシリーズ、さっきのコップと同じシリーズのお皿を買いました。めちゃくちゃ可愛くないですか、これは可愛いでしょう。これもボーダーローのやつで、これは 8.5 ユーロでしたね。いやー、この2つをこうね使って、ね、素敵なあの、まあ、朝食なりなんなり食べたいと思います。なんかちょっとテンション上がりますね。めっちゃ可愛いんですけど、そう、可愛いよねこの柄は。いろんな色があって、いろんな柄もあって、こういうなんかセラミック陶器でちょっとこうボコボコしてて、あ、なんか一番有名なのはなんかキャベツのなんか形をした器みたいなのが一番有名なんですけど、でも最近のは多分こういうのが出てるんですよね。でこれは 8.5 ユーロなんで、まあ1000円ぐらいですね。すごい可愛い、お土産にもおすすめうん、そんな感じで、そんな感じですね。ではまた何か、うん、銀行とか開いたりジムとか入会したらまた更新していきたいと思います。